村井淳は、日本の計算機科学者。工学博士。専門は、情報工学。慶応義塾大学教授、慶応義塾大学名誉教授、ジュネット設立者、ワイドプロジェクトファウンダー、内閣官房参欺よ。父は教育学者、慶応義塾大学名誉教授の村井実。母は、フェリス女学院大学音楽科名誉教授の村井則子。外祖父は、 元広島文理科大学学長で教育学者の永田信。親族に教育学者が多い。日本におけるインターネット黎明期から、インターネットの技術基盤づくり、運用、啓蒙活動等に関わり続けている。1995年の新語、流行語大賞に、インターネットでトップ10入賞し、受賞した。日本のインターネットの父とされ、 ミスターインターネットと呼ばれることもある。英語圏ではインターネットサムライのニックネームを持つ。広域ネットワーク上で日本語を使えるようにすることにも尽力し、ユニックスや新言語を国際化する動きと連携を取りながら、英語中心だった初期のインターネットを多言語対応へと導いた。1995年より東南アジアの研究教育ネットワークの開発、 発展に尽力し、東南アジア各国のインターネットを牽引する研究運用人材を多数排出。2000年から2009年及び2012年から現在に至るまで内閣高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部有識者本部員として e ージ p a ンの実現に向けた数々の提言と施策の推進に貢献したほか内閣府のみならず 各省庁委員会の主査や委員を多数務める。2020年10月より内閣官房参与。2007年8月2日総務省の諮問機関である情報通信審議会においてコピーワンスの代わりにココピー9回、10回目にムーブというダビング10を提案した。2007年9月15日、文字ら24に出た。ありがとうございます。